ユニホンテレビ。こんにちは、八島総合支所産業課の木村です。鳥海高原八島スキー場のさまざまなコースやスポットをご紹介するシリーズ八島スキー場。八島スキー場は全部で6つのコースを設けています。今回ご紹介するのはパラダイスコースです。パラダイスコースは上級者向けのコースの一つです。最長距離は900メートル、最大斜度は最も大きい25度、標高差は140メートルとなっています。こちらのコースは次回紹介する予定のエキスパートコースから枝分かれする形で設けているコースになります。それでは実際に小型カメラを使ってこのコースを滑り降りる映像をご覧いただきたいと思います。いかがだったでしょうか。パラダイスコースには冷や施設ゾーンがあります。八島特有のパウダースノーを体験できます。ぜひ皆さんも滑ってみてください。八島スキー場の滑走状況や各種料金などの詳しい内容については鳥海高原八島スキー場のホームページでご確認ください。それではシリーズ八島スキー場、次回はエキスパートコースをご紹介します。お楽しみに。